サバナ気候の分布図サバナ気候とは、欠片の気候区分における気候区の一つで熱帯に属する。亜熱帯高圧帯の南北移動を原因とする雨季と寒気の明確な文化が特徴である。サバンナ気候、サバナ気候とも呼ばれる。記号は O で A は熱帯、W は冬に乾燥を表す。植生はソリンとイネカの植物からなる草原となる。寒気には、 樹木は落葉し、草原も枯れる。日照時間が長く肥沃な土壌であり、コーヒー、砂糖、キビ、綿花などが栽培される。蒸気3つの条件をすべて満たしていて、火器の条件も満たす場合のみあずとなり、蒸気3つの条件はすべて満たしているが、火器の条件を満たさない場合は、王となる。また、最小月降水量が、ミリメートル未満という条件から、 100から0.04年平均降水量の値が、正である必要があるため、この気候に属する地域の都市平均降水量は2500ミ、mm、リメートル未満になる。バリ島のラグーンケニアのサバンナ典型的な、サバナ気候は、熱帯雨林の周辺に発達し、太陽の回帰に伴い、赤道低圧帯の影響を受ける雨季と、亜熱帯高圧帯の影響を受ける寒季に分かれる。 主な分布地域は以下の通りである。夏が寒気となる暑はずは極めて珍しく、ハワイ諸島の一部などごく限られた地域にのみ分布する。東京都が該当する。サバナ気候に属する観測地点が存在するのは以下の市町村である。モンスーンの激しい雨、ムンバイ大規模なコーヒーのプランテーション農園、ブラジルミナスジェライス州ベトナムの水田サバナ気候に、 当たる地域では夏は赤道低圧帯に入るため湿った空気が流れ込みやすく大流性、地形性、低気圧性の雨が多い雪となる。しかし冬は一転して中緯度高圧帯に入るため乾燥した空気が長く居座り雨がほとんど降らない寒気が続く。一年の間で雨季と寒気がはっきりと分かれており、モンスーンの影響が非常に大きい地域である。なお、 ごく限られた地域では夏に高い山脈によって雲が遮られて雨影となるなどして夏が寒気、冬が雨季となるが夏が雨季となる地域に比べて年間降水量は少ない。雨季の降水量が少なければ干ばつ、多ければ洪水となるため、どちらにしても農作物や水をはじめとして生活全般に大きな影響が及ぶ。植生は 竹の高い草原の中に乾燥に強いバオバブなどの樹木がまばらに生えるサバナと呼ばれる熱帯草原が多く見られる。夏にはこれらの植物が生い茂っているが冬では樹木が落葉、草原は枯れ種や根に姿を変えるため赤茶けた大地となる。アフリカではこの気候帯に多くの野生動物が生息している。ただしナイロビ国立公園の至近の町ナイロビは 温帯化う気候に分類され、カラハリ砂漠のように乾燥帯の土地もあり、野生動物はこの気候より低温や乾燥した気候でも多く見られる。降水量の比較的多い地域では寒気に落葉する紅葉樹林も見られる。土壌はラトソルと赤紅色度が多く分布し、熱帯雨林ほどではないが痩せた土壌で農業にはあまり適さない。しかし、一部肥沃な土壌が分布する地域もある。 農業では、寒気に森林を燃やし、雪に作物を栽培する、焼き畑農業が多く見られる。プランテーション、自給的農業も多い。主な農産物は、コーヒー豆、砂糖キビ、天然ゴム、綿花、バナナ、茶、カカオなどである。ガンジス川川口のバングラデシュやメコン川流域の、ベトナム南部、カンボジア、チャオプラヤ川流域のタイなどでは、 米の2期作が行われており、生産量も多い。ありがとうございます。